もう下がる順位はないんだからね。もう後ろいないんだよ。駆けで行けるんだったらアウトからまくれる。意外とみんなでやってる。そう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 。まくれるなら駆けるね。無理だったらいいよ。そのまま。さあ続きましては SS ジュニアクラス。さあこれで3分が決まっていないクラスがあります。最初にかという早人、こちら予定がございますがどのようなレースになるでしょうか。さあそれでは2つ紹介しましょう。5番だっけ。見事高校生から3分になったのは前期55番佐藤早人。2番ついてから前期4番杉村拓実。天心の後ろか。じゃあハンドルどっちから前期10番浅野選手。4番手から前傾3番吉岡拓郎。5番手から前傾6番寺内翼。6番手からは前傾9番の三郷孝之。さあ以上の6台によります SS ジュニアクラス。さあ3人目の手になります。先生にかけてください。
が。さあ、この SG レベルチャンピオンはまだ決まってないんですけども、ただ選手がまあほぼ完走すればおチャンピオンというところまでは来ています。非常に優勢なところまでは、来ておりますので、まあ、ほぼ確定というようなところとはなりますけども、さあ、どのようなレース誰かまだ分かりません。さあ、ブラッシュアップレーススタート。さあ、SG レベルクラス、さあ、ただ早く好スタート。さあ、そして浅野選手が行きます。さあ、ここはさあ、ポジション上げていく。さあ、杉村拓実選手が第2スタートを決めているが、どうでしょうか。さあ、吉岡選手、ここに入っていきます。さあ、吉岡拓実選手、先ほどの選手で非常に速さを見せつけましたからね。さあ、この決勝率でも、さあ、速さを見せつけていただきたい感じでしょうか。さあ、勢いがあるよ、吉岡。さあ、トップは加藤隼人。さあ、やはり序盤から飛ばしていきますね。さすが加藤隼人。さあ、加藤隼人のこの第3戦以外は全て、ジュニアクラス優勝という形。さあ、圧倒的な強さを見せております。さあ、トップ佐藤隼人、やはり強いですね、本当に。さあ、ここはもう圧倒的というところです。さあ、しかし杉村、吉岡、さあ、この辺りがまだまだ、さあ、どこになっていくでしょう。そして、浅野選手を連続する4番手争いも、さあ、こちら非常に見どころですね。さあ、本郷、そして直樹。さあ、これ本郷入ってると、おー、ブレーク。さあ、ギリギリのところでしたが、さあ、結構、スレスレのまででした。さあ、ここから、ピッチャー、浅野選手。本郷選手も結構ブレーキが切れてますね。なかなかすごい鮮明なブレーキが来ます。さあ、この本郷。さあ、ここで、さあ、ポジションまた入れ替わるか。さあ、4番手の、さあ、浅野と本郷の戦いが面白い。さあ、2番手の、さあ、杉村、そして吉岡、ちょっと戻っている。さあ、ここで吉岡、ここはまだ入れない。4番から出てください。こちらの方がどれになっていくか。さあ、吉岡、ここは最終コーナーまだ入っていかない。おっと、しかし何かちょっと、あっと、これはちょっと見えちゃったんですけど、吉岡の、あー、ちょっと見えてはいけないものが見えてしまった。吉岡、
回までのもうあと残りの周回数をきちんと走り込むだけ。3回ぶっちぎりというぐらいのぶっちぎり、いや本当に今回も早かった。さあ佐藤早く